あなたに祝福を。はい？誰？でも息安心、秘密はカムブレスケア。え、なになになに、なんかよくわかんないことになったんだけど。了解だ。ただ武器をくれ。ハンドガンじゃダメだ。ハンドガンじゃ太刀打ちできねえぞ。おい、やろ、てめえ。なんだ？おい、何つけたんだおっさん。これでよし。何をつけた？プレッパーのメモ。いつもカルト信者の部隊がハウリング洞窟から狼を連れてくる。奴らはそこにいい装備を大量に置いている。誰かが連中を出し抜きに住むべきだ。行こうか。あれ、敵？仲間？え？何これ、敵？これ敵？仲間？お、アサド・バシャールさん、どうもいらっしゃい。久しぶりのファークライブをプレイ中でございます。大丈夫かこれ。狼がいる。よっしゃー、習得する。狼の皮ゲット。これいいアイテムって。こんなもんか。そこやべえから出るか。あなたに祝福を。はい、誰？でも息安心、秘密はカムブレスケア。え、なになになに、なんかよくわかんないことになったんだけど。死んだの俺。わかんないわかんないわかんない。ねえ、私のことは聞いてるでしょ。嘘つきだって、人を操るって。私が人の心を毒すんだって。でもあなたには知ってほしいの、真実の物語を。昔あるところに、クロレッツの CM ワールド。見放された少女がいた。友人にいじめられ、家族からも虐待された。救いを求め薬に走った。孤独だった。死を望んでた。え、これイベントが発生してんのかな。死亡フラグのイベントじゃないよね。なんだろう。そしてファーザーに出会った。怖い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 。彼は希望と自信を与えた。彼女は特別で、愛と光に満ちてることを教えてくれた。撃てねえのか、何もできねえ。そしてファーザーは彼女に新しい家族を与えた。確定イベント。へぇ、核イベ。彼は与えた目的。
いやいや飛ぶんかい。やばいやばいやばい、空飛んでる、武空術やってる、武空術。ここに連れてこられた。彼は言った、自分を信じているかと。彼のために死ねるかと、そう尋ねた。生きようと思い始めてた彼女は怖くなった。彼女を試したのだとファーザーは言った。彼を信じるなら彼も彼女を信じると。彼女は目を閉じ飛んだ。あ、これからも何、この女出てくるんだ、ちょくちょく。約束を守った。あ、そうなんだ。わ、なんか知らんね、男がいる。あ、あれ仲間じゃん。信じる者に開かれる。仲間のおっさんだ、あれ。道を歩め。え、嘘、どうすんの、やば、飛び降りちゃったよ。あれ上司っつうか、信じて保安官。あれじゃないの。大丈夫よ。え、信念を証明してジャンプする、思い切って飛び込め、だってやばくね。え、これジャンプしていいの。飛ぶか。ファーザーの言葉を受け、あなたの目的を挙げる。私があなたを解き放つの。え、これでよかったの。いまいちよくわかんないな。あなたは答えを求めてここに来た。道が真実を明かしてくれる。フェイスシード。へえ、これでいいんかな。いまいちちょっとよくわかんないけどあれ死んだんじゃないの、大丈夫。思い切って飛び込め。いやいやいや、よくわかんねえとこ来ちゃったよ。俺だけここにいたんだよね。ここ誰の領地よ、ここ。あ、この女の領地ね。はい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 。こちらバージル・ミンクラーだ。避難所を探しているならホープカウンティ刑務所に来るぞい。とりあえずあそこ行くか、ホープカウンティ刑務所。生きてるって実感してる。初めの一歩はいつだって一番怖いものよ。でも私たちはあなたを信じてる。巡礼に従って道を歩んで。あ、やり合ってるわ、なんか。うわお。誰か聞こえていないか。こちらホープカウンティ刑務所のバージル・ミンクラ。助けてくれ、繰り返す、助けてくれ。ペギーが教えようとしている。誰か近くにいたら早く助けに来てくれ。いつまで持ちこたえられるかわからない。お前ルーキーか、ちょうどよかった、手を貸せ。任せろ。ハンドガンじゃやりにくい。ちょうども始末するんだ、手加減するな。一人やられた、手当てが必要だ。驚いたぞ、弾が詰まった。お前か、弾が足りない。危ないところを救ってくれたな。奴らは何日もここの壁を壊そうとしてる。諦めない。よほど目の敵にされてるらしい。一人トラックだ。うえい。そう。衛星。ルーキー、壁の上に行ってくれ。了解だ。ただ武器をくれ。ハンドガンじゃ、ハンドガンじゃダメだ。ハンドガンじゃ太刀打ちできねえぞ。くそ。ハンドガンじゃ心もとないんだけど。なんかいい武器ない？いい武器はないのか？ハンドガンじゃちょっとあれだぞ。ハンドガンじゃあれだよ。ん？なんかある？なんか拾いそうで拾えないんだけど。やば、ロケットランチャーじゃん。ピュー！ピュー！気持ちいいね。PK ファイヤー、 PK ファイヤー。
西の壁？オッケー。待ってろ待ってろ、行くぞ行くぞ行くぞ、任せろ任せろ。やばい、怒っちゃった。オーマイガー、これどっからどうやって登んのこれ。あそこから登れんいいかな。これアタッチメントねえからやりにくいな。大丈夫か。さあまだ戦いは始まったばっかだ。やばい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 、壊れなくね。あれどうやって壊すの。あ、これか。任せろ任せろ、今ぶっ壊してくるわ。ハスさんどうもこんばんはす。これだな。うえにゃろてめえ。やべえ、ダイナマイトとかなんかないの。火炎瓶か。火炎瓶ってこれ壊れるかも。やべえな、これ音楽止めないと無限湧きだ。オッケー。あ、弾がねえ。イエーイ、クリア。ロジャース、中にフッティが使ってたアーク溶接機がある。探せ。一緒に来い。スクラップを集めろ。足りなければ独房のドアを外せ。いいな。急げ、時間がないぞ。問題か。別に、ペギーが何人か壁を登ったけど平気。開けて。大したことはなさそうだ。しっかり押さえとけ。実はな、去年退職するはずだった。しなくてよかったよ。ねえ、この人紹介してくんないの。くっそ気まずいんだけど。言葉遣い。ああ、うっさいバーチャル、黙ってて。何度も言ってるだろう、汚い言葉は。おい、パッチはどうした。え、つけるわけないでしょ。死傷者を報告しろ。我らはクーガーズだ。本当は違うじゃん。私は私のバッジ、保安官も自分のをつけてる。この人は、この人は誰だ。こいつは俺の部下だ。連れ去られたって言ってなかった。それとは別だ。こいつはすでにエデンズゲートとやり合ってる。あ、そう。使えるやつだといいけどね。何回も引き返してやったじゃねえかお前。すごいなこいつ、この言葉遣い。トレイシーは少し人見知りでな。だが腕は確かだ。仕事は山ほどあるぞ。手を借りたい。よく戻ったルーキー。よく戻ったルーキー。なんだ。おい、何つけたんだおっさん。これでよし。何をつけた俺に。なんかバッチつけられたぞ。